あの僕大丈夫です。どこもなんともないし痛くもありません。全然元気です。頭も打ってないと思う。覚えてないということですか。いや、え、大丈夫ですか。久能さん、何ですかその動き。僕小さいものを落とした時は慌てず触らず、まずどこまで転がったか、どこで停止したか、しっかりと見届けるようにしてよし。あの僕ずっと疑問に思ってました。どうして闘病って言うんだろう。戦うというから勝ち負けがつく。負けだから死ぬんですか。勝とうとしたら勝てたのに、努力が足りず負けたから死ぬんですか。そんなことない。僕ならそう言われたくない。勝ち負けがあるとしたらお医者さんとか医療ですよ。その時点の医療が負けるんです。患者本人が、あなたが負けるんじゃない。